ストーブの匂いと薄く汚れたコンバース真っ黒な空を見上げた時時計が午前3時を打ったコーヒーでも飲みに行こうと二人で外へ出て人影もまばらな通りを抜けドーナツ屋に入った君は突然思い立ったようにあそこへ行こうと言ったそれは夜空を突き破るような焼却場の真っ白な煙突風が吹くままに風天さんいつでも周りを振り回さビクビクしながらフェンスを越え管理人室を横目で睨み誰もいないことを確認して監視カメラに手を振った白い塔の中には3本の煙突がありそれを囲む螺旋階段のてっぺんは蜃気楼みたいで足元しかない薄暗さの中階段をどんどん登ってく君の後ろ姿を見てたコンクリートに覆われた僕たちの声はどこまでも続いてく階段に反響してた僕はこの時間がすぐに終わってしまうことを知っていていろいろ言いたいことがあったけど結局何も言えなかった風が吹くままに降ってんさいつでも周りを振り回す ふかふかのドーナツをコーヒーの入った服を群青から茜のグラデーションあの朝焼けはいつのことだったろうくだらないものばかり見続けて生きてきたから夜明け前の東京の空を渡る煙になりたいと君がぽつり